ここにもこんなに。ホミロン、今行くからね。お祭りで城下に集まっていた魔物たちが押し寄せてきたということか。よし、完璧だな。よーし、もう一息じゃ。予想はしていたが、やはりこういうやつもいたか。襲ってくるなら倒すだけよ。たとえドラゴンだったとしてもね。心配するな。もし魔物が襲ってきても、さっきみたいに俺たちが助けるさ。わかった。僕、頑張るよ。よし、二人とも闇雲に戦ってはならんぞ。強敵に挑むにはまず弱点を見極めるのだ。ドラゴンの弱点は頭と尻尾じゃ。狙って攻撃を叩き込め。今よ、ドラゴンがひるんだ隙に攻撃を叩き込むのじゃ。
よーし、ドラゴンを倒したぞ。みんな、今こそ勝ちどき。ちょっと待って、あれ何？これはもしや魔物の扉。魔物の大軍がやってくるぞ。よーし、それこそが気合の宝玉よ。気合の宝玉？なんだ、体の奥から力がみなぎってくるぞ。全て読み通りだ。よし、これで一通りやっつけたわね。ってどうしたの？カッコつけてないで、あんたも素直に喜んだら？いや、喜ぶのはまだ早い。そうなの？俺の完璧な読みによれば、今回の勝利は一時しのぎにしかならないはずだ。ひとまず今は、王都の魔物は一掃されている。だが、一時的に排除したというだけだ。外にいる魔物がいつ攻め込んでくるかわからない。さらに、魔物たちの異変が王都でのみ起きているとは考えづらい。とすればもうまた長いやつ。つまりそれって他の町も危なくなってるかもしれないってことよね。わしもまさにそれを案じておった。とすればことは一刻を争うぞ。ご安心ください、すでに完璧な作戦を用意してあります。手始めに西の森を抜けコートルダへ。そしてさすがじゃ、かの地コートルダには魔法技術の粋が集まっておる。何かしら解決の糸口が見つかるやもしれんからな。さすがリルク様、素晴らしい作戦だわ。いや、それは俺の作戦。それじゃあ早く行きましょう。バクマ行く。よーし、我が勇敢なる親衛隊たちよ、いざいざ出陣じゃ。おお、よく来たな。
ほらよ、また来てくれよな。ようこそ。さあ、神に祈りを。